四つ葉ギルドコラボということで、どうもさんこんにちは、コーダです。はい、今回はマリメ実況特別企画、チャーちゃん、ちはやくん、フェイトくんとのコラボ企画となっております。はい、お互いがねそれぞれコース作り合って、プレイするという企画になっておりますので、ぜひ皆さん、他のね3人の動画も見に行っていただければと思います。まずはチャーちゃんのコースからいきましょう。四つ葉のために作った簡単入門亀コース、クリア率は 1% 前後を目指してあります。はい、クリア率 0.44% いや低いだろいやちなみに今回僕もねコース作ったんですけど、ちゃんと 1% 以上になっております。はい、なので皆さん安心して僕のコース遊んでみてくださいということで、チャーちゃんといえばねこの亀コースなんですよ。あは、こういうことね、こういうこと無理、いやマジで亀コース苦手なのよ。でもクリアタイムが13秒ぐらいだからそんなに長くないんだよね。だからうまくサクッといって次のコースやっていきたい。はいはいはい、ここよーし、いったぞ。なにいやそこに隠しブロックあんのか、なるほど。よし、でジャンプ外す、オッケー、いけたいけた。なあ、わからん下に下ろすのかな、下に落とすのかな。よし、わかんねえここ。よいしょよいしょ、で難しい、もうできないよ。マジで苦手なんよ亀コースいや本当に無理かもしんない何、あー今のでいいの、今のでいいのか、なるほど、へえ、ほうすごできた自分にびっくり。だから今のところでジャンプボタンをもうちょっと長く押しとかないといけないんだ。ほっ、よったい、よし、ほてったいけたんだけど、もう忙しすぎるて。よし、いやー、ここ上話無理だな、上投げきついな。上も行けたのに。よし、いった。あー遅いーあーでも初めてここまで来た。よし、いった。うえー、ここがわからない、ここがわからない。いやーこれちょっと先に練習した方が良さそうだな今のところ。はい、多分こういう仕組みなんだろうね。でここから、はーい、まずここが厳しいんだよな。ここはだいぶ上目でいいのかな。あ、上目でいいんだ。で上目、よし、でからの上投げて、上投げて、右投げて、右、いや厳しい、上投げて右投げて、あーなるほど、これを2回やるのか。ほっほっほっ、いったー、いけた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 、これか、これができればいいんだな。よし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 、成功率上がってきた。オッケー、やるか。よし、いやー届かないか。いやーまた、うわマジか、うわーうわーあ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 でも初めてここまで来た。できた、指痛えよ、あーめっちゃ手に力入った。何が簡単入門亀コースじゃ、簡単じゃないわはい、チャーちゃんありがとうございました、チャンネル登録よろしくな。さあ続いてフェイトくんのコースいきましょう。ダイヤモンドダスト、ゴールが凍ってしまった。確かに凍っているということで、クリア率は 0.41% 低くねえかじゃあて、今回もクリア率 1% でコース作ろうねってなってるはずなんですけれども、2人ともコースクリア率が低い。さあ行くぞ、うん、
まあ、なんかあるんでしょう。どうせどうせよ、どうせよ。待てよ、ひとまず隠しブロックを探します。じゃないと絶対クリアできないからね。てか凍ってるのに旗がなびいているのは一体なぜなんでしょうかね。あーあった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 、バネあった、バネがあった。これって上に持ってはいけるっけ。待て、こ持っていけないな。そしたらここでバネ使えばいいのかな。ちょっとここに置いて、置けない。オッケー、で上上がる。でこの、ああ土管があったわ。んでこっからだよね。こっから、ちょっと待って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 、あーはあー、クリボーが上から降ってくるよと。しっかり倒して安全にしておこう。安全にしておきたいんだけど、ここら辺のクリ、いやちょっと待って、ゲッソー来た、ゲッソー来た。あとゲッソー結構厄介、結構厄介よ、動きが結構、ちょっともう、ああ厄介なやつ。まずは早めにクリボーは倒しておきたい。こうやって倒して倒して倒して、よしよしよし。でゲッソーも倒しておきたい。ゲッソーも倒す、よいしょ。キョ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 。でこれね、 Y ボタンを押しちゃうと箱を持っちゃう可能性があるから、あんまりね Y ボタン押して、待って待って、ハッチンは普通に落ちてるのね。ちょっと、おお、どうっす、そんなの聞いてないよ。待って、なんか箱がどんどん壊れてきた。よしよしよし、でもいいよいいよ。ほっ、あっ、これ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 、よし、なんとかいけてる、なんとかいけてる、なんとかいけてる。待って、蹴っちゃったくれ、いいのかい、いいのかい、いいのかい。うわー、なんだなんだ、あ、もう普通に走ってこないで、のこのこさーん、このこさん左に蹴る、よしよしよし、よいよいよいよ、だいぶ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 いけてる、だいぶいけてる。うわー、ピョンチュー来るか、ピョンチュー来るか。あ、なんでジャンプした今、なんでマリオさんジャンプした。てかファテ兄は毎回スピードランを、ね、こういうコラボの時は作ってくるんですけど、今回はスピードランじゃないんですね。ちょっといい意味で期待を裏切られた気分なんですけど、待って、とりあえず右側にいればいい気がする。よしピョンチュー、しっかり倒した、よしよし、いいよいいよ。左側に行かなければ何も問題ない。なんかガボンが来たよ来たよ、ハコパーサイで、あぶれ、よし倒しておく、倒しておく。あ、箱が1個しかない、箱が1個しかない。待って、カロンやめて、カロン復活しないで、復活しないで、よし、復活しちゃダメよ、復活しないでって言ってるでしょ。待って、危ない、ほう、中間ゲット、よし、いった、さあ次は、もう一回やるの。あー、ブンブンさんと戦う系ですか。いや、結構大きいですね、ブンブンさん。あ、でも中間があるのは本当に幸せなこと、いいことです。しっかり避けて、待って、こういう不安定なところで戦うブンブンさんって結構強敵になるのよね。はい、透明になってもしっかり見えてますよ。はい、よし、倒した、よし、倒したよ、倒しはした。もう一匹くんの、ブンブンさん、今度はちょっとブンブンさん、どこで、こっち、あー、当たっちゃった。よし、ブンブンさん来た、もう一回頑張りましょう。よし、まずは1回目は結構楽に踏めるんだけど、次ここ、よし、オッケー、大丈夫。さあしっかりファイヤーも避けて、さあ次は、あれ、消えた、待って、ちゃんと出てきて、あ、開いた、よし、倒した、ナイス、倒したよ、いいんじゃない。またガモさん来んの、あ、そんなできる、そのまま沈んでいかない、そのまま沈んでいかないか。よし、でもいいよ、大丈夫。箱はあと1、2、3、4、5、あー、クッパさんが来た。え、いや、無理だって、これ倒さなくていいんでしょ、多分。これは倒せないやつだから。いや、箱壊さないで、箱を壊さない、あ、箱壊れないんだ、あのファイヤー。待って、でもそんなに強くないぞ。あ、ゴールだ。いけ、よし、あ、待って、右の方が良かったのかな、右の土管の方が。ちょっと待って、あー、そっかー、ボム兵持ってこないといけないんだ、そういうことか。あー、なるほどね。で、この氷を壊さないといけないんだ、すっごい忘れてたよ。だから、でも中間ゲットしてるから、一旦この土管入ってやられちゃった方が早いかな、ってことでやられちゃいましょう。で、ここで、ん、いや、ちょっと
そこでしっかりボム兵を持たないといけないんだ。あーなるほどね。ボム兵を、ボム兵さん、ボム兵さんゲットできないじゃん。もうすぐボム兵さんが来る。さあ、ここ勝負、ここさあしっかりゲットゲットゲットで、ここの土管入る。よしゲットしたよ。そしたらここ戻ってくる。お、置いた、ナイス赤い。これでもう一回登って、こっからてっぺんゴール。よっしゃー、いけたぜ、ナイス。ふー、いやー氷を溶かすというか氷を壊すって感じだったけどね。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。さあ最後に千早の兄貴のコースやっていきましょう。ランク別土管コースファテコーダチャーやってということで、左からクソ簡単普通難しいシュラ。ほーだって、一番右も気になるけど一番左も気になるな。ということで早速やっていきましょう。まあ、クリア率はめちゃくちゃ高いんで、多分ね、クソっていうところはね、簡単に、本当の本当に簡単にクリアできるようになってんじゃないかな。じゃあ一番左のクソからいきましょう。これはどうなんだ、これでゴールだろう。あ、そういうわけでもなかった。これ土管入って。いや、これでゴールだったわ。はいはい。なるほどね。さあ次が簡単かな。はい、この赤土管簡単でやっていきましょう。さあ簡単はどれぐらい簡単なのか。いや結構急に、いや結構急に、あ、ちょっと、え待って待って、え待って待って、いやいや、え、ちょっと待って、ちょっと待って、いやー気持ちよく気持ちよく倒したかったんだけど、気持ちよく倒したかったんだけど、いやいや、じゃあ ここで気持ちよく倒しちゃおう。はい、よしよしよし。でこのまま上、これ本当に簡単かな。待って待って、キラキラが怖い、キラ怖い、キラキラが、待って、ふんふん、ああジャンプできなかった。ジャンプで避けていく、はい、ジャンプで避けていく。よしノーダメージ、ノーダメージ。あ、じゃあ結局ここまでノーダメージで来ないといけなかったってことなんじゃないの、マジ。嘘、このピンスイッチは何、このピンスイッチは持ってっていいのかな。持っていくと、いや持っていかなくてもよかった。ナイスゴール。さあ次が普通ですね。はい、これがスタンダードな難易度らしいけど、おお、まさかのタヌキ、あ、じゃあタヌキでは尻尾か。あ、これで上上がっていけか。おお、なんだ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 、上に土管がいっぱい。ちょっと待って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 、ここの土管じゃない、じゃあ一旦もう一回出てくるよね、出てくるよね、出てきた。だどっかに本物のゴールがあるから、それを探せってことなのかな。ちょっと真ん中から上がってみたい。ここら辺、いや、ここら辺には土管はない。え、どこ。どれが正解。あー、ここ入れた、この水色土管。ここで、あ、ここが正解なのかな、どうなんだろう。上上がっていく、ほほほほほほほ、いけたいけたいけた。これがゴールですね。他なんもないね。なんもない。よし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 。オッケー、普通クリア。普通かこれ。さあ、4つ目の土管、難しい。いきましょう。さあ、難しいは、あー、なるほど。鍵取っちゃダメなのか。なんか難易度別っていうよりかは、いろんなコースが1つで遊べますよみたいな、そういうコンセプトに近い気がするな。これ、左右左ってヒント書かれてるね。オッケー。頑張って、当てて。落ちる。左、右、あー、左は無理じゃん。左右左っていうよりかは、左真ん中って感じだな。左真ん中。いやー、ちょっときついなー。ほっほっ。よし、いった。ようやくいけた。さーて、こっからはベルトコンベア。待って、勢いよく乗って、ただそこに鍵があるから、勢いを、つい殺す。で、また速くなるよ。よし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 。いやー、取っちゃったー、むずいて。ちなみにこれ上行って、こうやって行って、ここは、ほっ。ちょっとここもむずいな。ほっ。いや、ここもできないな。んで、ここ上行って、
いや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 、いろいろむずいて。いった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 。よーし、ここまで。まだ鍵取ってないよ。あ、怖い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 。ほっ。よし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 、突破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 。ここも突破。ほっ。あー、取っちゃったー。しくじったー。で、ここよ。ここが普通にむずいよな。ここジャンプするの。ほっ。あー、いけたいけた。あー、そうね。で、ここ、鍵ドア入っちゃうと、あー、まあここでやられてしまうと。よーしよしよしよし、ここまで来た。いや、大丈夫大丈夫。ほっ、いいねいいねいいね。いいよ、慎重に。うわー、取っちゃったー。惜しいじゃん。惜しいよー。え、あれ今ズルできちゃったな。ちょっと待って待って待って、ズルできたぞ。これ雲の裏にもツルが伸びてるから、だからうまくここら辺で上押しとけばこのまま登れるんだ。だから鍵を取っても大丈夫ってことではありますが、せっかくだから鍵取らずにクリアしよう。よし、ここまで鍵取らずにやってきた。で、ここなんだけど、竜巻の裏辺でジャンプを押せば簡単に飛び越せられるね。よし、飛び越えられた。で、これでシンプルに、よいしょ。ああ、普通にミスった。ここもうバカ。ここだけ気をつけて。よーし、これで登っていけるよと。はい。で、ドア入って、土管入って、これでゴール。いや、でも確かに難しかった。さあ、残すはシュラだけだ。さあ、シュラに行きましょうの前に、この右どうなってんだ。右なんかある？あー、なんもないか。特に隠しとかもないね。うん、じゃあ一番右シュラ入っていきましょう。さあ、ここがどうなってるのか。ん、なんだなんだ。お、フラワー。え、今んとこなんか全然シュラっぽくないけど、なんか難しそうな感じ全くしないけどな。え、嘘でしょ。え、嘘でしょ。まさかだよね。これで終わるってことはないよね。終わるんかーい。いやいや、めっちゃ今心構えしてたのに、うわ、超難しいの来るなと思ってたのに、うわ、まんまとやられた。うわー、くそー、心もて遊ばれた。いいね。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。ちなみにもちろん僕もね、コース作っております。今回作ってコースが、はい、こちらですね。バークというコースになってます。クリア率は 1.27% ではあるんですけども、ちょっとね、難しいテクニックが必要になるところもあるっちゃあるので、はい、ぜひ、中級者上級者の皆さんは頑張ってみてください。そして、他のね、チャヤくん、フェイトくん、チャーちゃんのね、チャンネルに今回のコラボの動画上がってると思いますので、ぜひそちらの動画もご覧いただければと思います。概要欄に、チャンネル URL 貼っております。はい、ということで、じゃあ今回ここまでしたいと思います。少しも楽しいと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録ボタン、高評価ボタン、ポチッとよろしくお願いいたします。コウタでした。また次回の動画でお会いしましょう。ではまたね、グッバイちゃん。